今日雨か。皆さんこんにちは。岡山は今日雨降っててさ、で今年もみんなからねお花見動画出してくださいって結構言われるんだけど、今年もね行こうと思ってるんだよね。で今年はさ、岡山に引っ越してから初の花見になるんだけど、どこが良くてどこがしやすいかとか分かんないから、岡山の人いたらぜひ教えて。ちなみに俺のお花見のこだわりは出店が多いところ。いやもうそれ限られるやん。ということで今日はお花見ではなく、こちらデデン、これを見つけたので早速紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。でこれがサンリオのビスケットで、なんか刺繍缶バッジがついてくるらしいんよね。で俺もさ、こういうの出てるの全然知らなくって、視聴者さんが教えてくれたんだけど、これもう売り切れてるとこめっちゃあるらしいよ。俺が買いに行ったとこはそんなにまだギリギリじゃなかったけど。え、これそんな人気なの？これパッケージ可愛いけどさ、ハンギョドン欲しいね。これがね1個320円ぐらい。高っ。結構するね。高っ。まあクオリティ高いんだろう。というわけで早速開けていこう。で早速開けていくんだけど、ショートで実は1個開けてて、これが最初出たんだよね。これめっちゃ可愛くない？マイメロ。いやちょっと前まではさ、プリンク率結構高かったんだけど、最近なんかねマイメロ率高くなってきてるんだよね。推しのハンギョドンは出てこんな。あ、刺繍ってさ、なんか難しそうだから一回もしたことないんだよね。なんか裁縫はね、俺苦手なのよ。まあ料理とかするのは結構好きなんだけど、ああいうちょっと細々した感じのこういう手芸系のも苦手なんだよね。まあということで、俺の推しといえばやっぱりハンギョドンが推しなんですよ。俺の推しキャラもハンギョドン。見推しはクロミちゃんなんだけど、まあまあね、今回この3つとこの1個で全部で4つじゃん。まあ残り2つ、ラス2ぐらいは多分ね、一押しに推し出るはずなんだよ、きっとね。まあ全部で14種類あるけど。っていうのこれ14種類もあるって逆にすごいよね。まあじゃあとにかく、やっていきましょう。じゃあね、どれからいこうかな。こっち2個あるから、こっちからいこう。たださ、これ1つ言えるのがさ、これもうショートで開けた時に思ったんだけど、クッキー、違う、ビスケット。このビスケットのクオリティがね、マジで高い。ほら、これね、食べた時にめちゃめちゃ美味しいし、めちゃめちゃ可愛かった。これ柄も違うんだよね。プリンクめっちゃ見えとるやん。おお。え、今回も絵柄違うのかな。あ、すでにキティちゃんがいる。前のキティちゃんなかったぞ。並べてみよう。うわ、めっちゃやっぱ可愛いな、これ。しかもめっちゃいい匂いする。いや、プリンクン率高くないか？え、これさ、ちょっと偏りすぎじゃない？前は黒みが多かったんだけど、なんか今回プリンクン多くて、みんな、嫌な予感しかしない、これ。見て。これ、キティちゃん、黒み、お茶っ子がいて、シナモン、リトルツインスターズ、マイメロ、プリンクンがいて、ハンギョおらんやん。いや、ちょっと待って、これ前回はちゃんとハンギョ2枚いたんよ。さゆりちゃん付きのやつが。マジいないんだけど。いや、おらんやん。いや、早く開けよう。うまっ。はまる。いや、ただこれめっちゃ硬いんよな。はっちー。取れた。まあでもここにね、ハンギョがいないってことは、ここにハンギョがいるはずなのよ、きっとね。開けましょう。今回は別にシークレットはないみたい。では、1回目、いきます。紫は期待大だぞ。え、どうみんなこれ。うん、あ、でも黒みだ、黒みだ。ちょっと一瞬かぶったかと思った。色違いのなんか下マイメロの顔は一緒やん。マイメロの顔は一緒やん。上に黒みがいる。ニオシはゲット。はい、じゃあ2つ目はこれが出ました。うん、マイメロやはり、うん、一緒だね。いや、たださ、これ2人セットなん全部。いや、可愛いし、お得感あるけど。いや、こういうのってさ、自分の推しキャラの色が出ると、めっちゃ期待させられるやん。いや、これなんてさ、こっちから見たら、これね、なんか、開けるときに絶対こっち側が見えるようになってるんだけど、ここだけ見たら、あ、たくさんかなって思ったら全然違うし、これでマイメロ想像する人います？うん、うまっ。いや、でもこのさ、ビスケット、マジで美味しいんだよね。いくらでもいける。じゃあ続いてね、2つ目いってみましょう。うん、どっちがいいかな。やっぱこっちか。え、ちょっと待って、みんなさ、今これ剥がそうと思ったんよ。これ剥がそうと思ったのよ。いや、マジ事件でしょ。え、こんなことある？まさかのこれよりこっちの方が弱いっていうな。いや、たださ、まだ見てないから、まだ中は見てないから、みんなここから出します。いくぞ。おい、悪い予感しかしないぞ、この背景の色。さっき言ったよね、この背景の色で滝サム想像するよねって。
ほら被ってるやん。っていうかさ、思うんだけどさ、俺さっきも話したけどさ、マイメロ率高くない？やっぱり最近。マイメロやん。結果マイメロやん。え、これマイメロビスケットだっけ？あ、マイメロビスケットだ。はい、ということで3つ目やったのがこちらです。タキサム風と見せかけたマイメロ。え、待って、こっちが3つ目？え、こっちが3つ目？3つ目でーす。いや待って、これさ、全部に同じ顔がおる。これ2023年はマイメロ出没率が高いです。出没率ってなんや。じゃあ次ラスト。俺今回さ、この水色のパッケージ3つとこのピンクのやつ1個買ったのよ。なんでかっていうと、こっちにハンギョドンがいるから、もしかしたら青の方がハンギョドンいるのかなと思ったんだけど、もしかしたら青の率が高いだけだった。ただやっていきましょう。最後破らないようにしなきゃいけないね。いや、これさ、マジでどうなってる？これさ、まさかまたマイメロ来るとかそういう落ちないよな。振りじゃないぞ。振りじゃないぞ。まあ、と言ってもね、言葉は現実になるって言うじゃん。だから、ハンギョドンが出る。ハンギョドンが出る。ハンギョドンが出る。いた。で、最後、ラスト。ハンギョドンが出ます。8番、ハンギョドン。待って。見えるのは黄色の頭が見えるぞ。黄色ってハンギョドンだよな。みんなどう？え、みんなどう？みんなどう？これえ、みんな絶対こっちやん。ポチャッコ？ポチャッコ？俺プリンくん来たかと思った。ポチャッコでしょ。うん、まあハピダン V メンバーではあるな。ポチャッコって赤なかったら分かりづら。ということで4つ目はこちらのポチャッコです。まあ、って言ってもね、このポチャッコの黄色感めちゃめちゃ好き。可愛いよね、マジでやばい。え、でも色的にはちょっと秋っぽい感じしてて、こっちはちょっと春っぽいかなって感じだけど、俺これ好きかな。まあ、匂いは黒みなんだけど。いや、最近ハンギョドンが来ないな。これお菓子コーナーに並んでて1個320円だったら高いかなって思うけど、これあったらさ、普通にサンリオショップとかで500円とかでもあっておかしくないじゃん。これだったら全然俺ありかなって思う。あとビスケットのクオリティがね、マジで高い。本当にビスケットこれ単体で売ってたら俺これ買うもん。まあビスケット単体で320円は高いけど。うん、やっぱうまっ。うん。うん。これ大人も子供も大好きだわ、絶対。うん、いやマジでハンギョ出んわこれ。もう気持ち分かる人みんな高評価、チャンネル登録、通知ボタン押してください。僕はそう